街の人混み肩がぶつかって一人ぼっち果てな急げ風がビュンと一人ぼっちどっちだろう泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さめちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのはめちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうねありがとうございます